百州武道具店の動画。つったつったんつったつったんそんたそんそんきょそんきょつったんそんたそんそんきょそんきょつったんそんきょそんそんきょそんきょつったんそんきょそんそんきょそんきょつったんそんきょそんそんきょそんきょ夏場の汗が目にしみるウォーソンテルソンソンキョソンキョ市内のささくれ要チェックソンテルソンソンキョソンキョソンテルソンソンキョ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 ソンソンキョソンキョソンキョソンソンキョソンキョ。あれ？もう映ってる？もう始まってる？こんにちは、百州武道具店のゆうかでーす。やってますか？おー！今日は、尊虚の話をします。尊虚って、ただ、しゃがんでるだけでしょって思うかもしれないんだけど、しゃがむと尊虚は全然違います。尊虚っていうのは、いつでも戦える体と心の準備をして、下っ腹とか太ももにじわーっと力が入ってる状態。しゃがむっていう状態は、力がもう抜けちゃってんだよね。ここがまず大きく違います。じゃあ、尊虚のやり方を見てください。尊虚のポイントは、グラグラしないようにしっかりとつま先で立つことです。1,2,3 の3で抜きます。礼をして、抬頭して、1,2,3 で抜きながら尊虚になります。礼をして、抬頭して、1,2,3で抜きながら尊虚の姿勢。尊虚の時の足の移動は3歩出るんですけれども、3歩出た後に 1,2,3 左足を右足に引きつけます。その時に右が前、左足が後ろです。同じ位置ではありません。必ず右足が前、左足が少し後ろです。立ち上がったら左足だけくるっと回して準備 OK です。立ち上がってバタバタすることはありません。立ち上がったら左足だけくるっと回して相手の方につま先を向ければ準備 OK です。足の幅は90度ぐらいしっかり大きく広げましょう。この足の幅が狭い人、フラフラします。フラフラする人はここが狭いんです。広げると安定します。足幅を広げると安定します。足を広げるときには自分のつま先の方向、つま先の方向に広げると90度に大きく開きます。尊虚の時は右膝が前、左膝が後ろだから上半身が少し半身になります。足だけ横に向けて上半身はまっすぐという方が不自然です。かかとの上にしっかりお尻を乗せましょう。足幅が広いとかかとの上にお尻が乗りません。尊虚の時、上半身はまっすぐ下ろします。まっすぐ、初心者の方はすぐ前かがみになってしまいます。尊虚の動作は早すぎてはいけません。じわーっとじわーっと準備を整えます。尊虚して構えた時に竹刀が上下逆さまになっている人、もしかすると竹刀を上から握り込んでいるのかもしれません。そうすると鶴が下に来てしまいます。竹刀を抜くときには右手の手首を折って返して、そして竹刀を抜きましょう。そうすると鶴は上に来ます。竹刀は必ず体のそばを通って上から抜きます。必ず上から抜きます。横はダメです。横はダメ。ましてや下から抜く人もこれは間違いです。必ず竹刀は体のそばを通って上から抜きます。初心者によくあるのが、尊虚した時に右のかかと、右足のかかとが床についたままの人がいます。
両足ともかかとは上げるようにしましょう。かかとは上げます。大事なことなので繰り返しますが、フラフラしてしまう人、これは足幅が狭いからです。これをぐっと広げる、90度広げるとどっしり安定します。 1,2,3 で尊敬するときに肩に力が入ってる人がいます。肩はリラックス、下ろしましょう。あとは剣先ですね。尊敬の時は剣先は離れてます。これが交わってる人がいます。これは間違いです。尊敬の時は必ず剣先は離してください。また尊敬した時に剣先が上を向いてしまう人、これはドラえもんの手で竹刀を握っています。必ず相手の喉元に剣先をつけるようにしましょう。意外と多いのが、尊敬するまでの間相手を全然見てない人がいます。尊敬の時にバランスを崩して竹刀を床につけてしまう人がいます。剣先を床につけてバランスを取るのだけは絶対にやめましょう。いかがでした？また一回尊敬も見直してくださいね。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。